2014年長野県知事選挙は、2014年8月10日に、投開票が行われた長野県知事を選出するための選挙。現職の安倍森和の人気満了に伴う知事選挙である。再選を目指し7党の推薦を受けた安倍と部所属の新人2人が争い、安倍が大差で2人を破り再選を果たした。3人、届出順。前回選挙では、 民主党推薦の安倍森和と自民党、公明党推薦の越原愛生の間で激しい選挙戦が繰り広げられ、安倍が接戦を制した。しかし、一期四年で安倍が自民党を含む各政党との協調体制を維持し、県政においても大きな失勢が見られなかったことから、自民党は対立候補の擁立を断念し、共産党を除く主要政党は一致して、 再選を目指す安倍を推薦することになった。日本共産党は安倍憲政を批判する立場から野口と四国を擁立した。投票率は43.56%で、前回の52.70%を下回り、初めて50%を割り過去最低となった。当日の有権者数は172万7409人で、 投票総数は752,538票となった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。 前回選挙で安倍と争った自民党が独自候補の擁立を断念し共産党を除く主要政党と県内の主要団体が一致して安倍を支持したことから安倍が一貫して優位に選挙戦を進めた。野口は共産党の支援を受け集団的自衛権行使を容認した安倍政権への批判を行うなど対決姿勢を示したが支持を広げることができなかった。値上がりは 選挙広報への文書の掲載のみで、県内では選挙活動を行わなかった。ありがとうございます。